松本リンスの馬トークでシュいや暑いなータツキングリーそうまだ涼しいえー、いやどんな気が汗かいてんのもう、ね、まだ開けたらええやんかもうあの、ね、リンさんみたいな人がおるからねどこ行っても寒すぎるねん冷房だ ななんキングリーって今週はおエプソムカップにハゲルが出るじゃないかうんハゲルザザルやろそれあ暑いちょっと冷房をつけてくれないかいやついとるからもうすでにもう20度ぐらいだこれもう,もう18まで行くけどもう頭痛くなるわう,うーんもう夏だなタズキングいやもうおっさんもうタオルじゃなくてもうバスタオルやんそれはもう こんなに暑いなら、府中に行く前に。行く前に何お風呂辻堂で、海でも行こうか。えもう、えってもう、誰なんそれもう。もう何の話か分からないっつってんが、もう一人で行ってきる市民プールでも。いや、波があまり良くないかもな。へえ、そうなんや。ま、湘南育ちの勘ってやつかな。 リンさん、あなたの家の周り山しかないよ。西脇やろ。いいよ。俺もうここで。もう俺先行くから。もう泳いできたらええやん。じゃあね、リンさん。<laughs> <laughs> 今回のマトークは6月の13日、明日ですね、日曜日、東京競馬場の第11レース芝1800メートルのエプソムカップ G3 と札幌競馬場で行われる。 今年は札幌でですね、函館スプリントステークスの芝1200メートルの G3。これサマースプリントシリーズの第一戦になりますね。行きましょうか。と、その前に、今週の東京ダービーです。ダービーシリーズ第二戦ですね。大井競馬場の。1着はアランバローズ。2着にギャルダル。12番人かな。で、ブライトフラッグ。これも10、どっちか10番人か12番人か。 うん、3連服ね、買って寝ちゃいましたけど。まあ当たった方いっぱいメッセージいただいてありがとうございます。ボックスで買われた方。ね、10万円つきましたから。まあ3連単はなかなか厳しいですけど。まあ2等軸マルチは外れですが、3連単は43万2750円つきました。おめでとうございます。で、もう1個の兵庫ダービーが次の日行われました。木曜日。予想2等軸マルチ予想30点でいきましたが、完璧でした、ね、これ。1着スマイルサイファーやっぱり差し切って、 で,で、シェナキング。で、エイシー・イナズマが残ったと。まあ、3レーター、二等軸マルチで30点で行きましたが、63.2倍つきましたから。完璧でしたね。ありがとうございます。では、東京競馬場の芝1800メートル、エプソンムカップ G3 行きましょう。実績と必勝データ、ヘッドライン、タツキング予想とイナちゃん予想行きます。まずは、ルメール騎手が乗るアルジャーナですね。全7戦1勝しかしないんですけど、 バケン内5回来てます。で、重賞2着が3回、3着1回と。実績はあるんだけど1勝馬東京都阪神の1800メートル、G3 で2着来てますからね。で、前走 G2 の1600メートルも2着と。まあ、勝ちきれないけど強いと。で、首里、デムロさんですね。全10戦6勝、バケン内7回来てます。左回り3勝、右回り3勝。まあ、結構オールラウンダーですね。 金5戦左回りで3勝してますけど、まぁ、あ、重賞は1600メートル、G3 の5着のみです。で、次がベロックス。浜中さんが乗りません、ね、今回は。全13戦3勝、馬券内9回。まあ、クラシック時はね、すべて3着内来てますからね。サツキダービーキッカと。まあ、強いんですけど小判になってからは G33 着のみです。で、1800メートルは4 0 0一勝ですけど、どうでしょう左回り。東京ですからね。 で、ハゲルじゃなくてザダルです。石橋周さん。全9004勝、馬券内6回です。3連勝で初重賞、G23 着きました。東京参戦して馬券内2回ですからね。これいいと思いますけどね。金参戦、1800メートル参戦1勝。で、前走毎日王冠 G2 に5着まで来たと。サリオスに負けたと。で、次はファルコニア、川田ジョッキーですね。全10戦4勝、馬券内8回来てます。 これ強いね。右回り9戦すべて4着内。右回りはね。もう今回左回りですか1回左回りで大敗して G216 着でした。で、1800メートルはでも6戦して5連体ですから。相当、これは左回り大丈夫であれば相当強いね。で、最後にヤシャマルですね。小畑さん。全14戦4勝。馬券内11回来てます。で、4勝すべて左回りのサウスポーですよ。 今回左回り東京ですからね。東京は8007回馬券内。これ強い。で、1800メートルも4000に勝負で、すべて馬券内に来てると。では、エプソンカップ G3 の秘書データですね。とりあえず4歳判が強いと、このレースは。7、6、3、17と。7勝してると。2着も6回、ね。これ覚えておいてね。で、このレース、1番人気は3勝。2番人気は3勝。レンタリスも50、40。 で、3番人気は0勝で10年で2回2着があると。で、5番人気は2勝してると。ですから、このデータ上でいくと、1から5番人気のボックスで行くか、まあ1番人気、2番人気、2等軸からマルチで、これは9番人気ぐらいまで流すかというデータになりますね。ではヘッドラインいきましょうか。去年優勝の台はキャグニも7勝すべて東京コースだったと。で、今回は4勝すべて東京コースのヤシャマルがいるぞと。 で、去年も2着の異形級者。出走馬の半数は3着以内に来てる。で、戸崎慶太騎手が乗る1800、東京コースでは距離短縮の場合だけ副賞率が75%を超えてきたぞと。ですから東京得意と。どうでしょう。で、相性20丸は10年で7回来てる3枠だと。で、ターターバ県はもうご覧の通り。結構いますね、6人。 で、帯狙いの7歳で未だ80005勝の一戦必勝は、まあ、ガラスの足のセダブリランテスからの一等軸。もうこれ一戦必勝で来るんじゃないかと。大事に使ってますからね。では、先にエプソムカップ G3 の稲ちゃん予想ですね。本命はザダル、石橋修さん。で、対抗にアルジャンナ、ルメールさんにターナファルコニア。で、紐モアナシュリで稲ちゃんマークはセダブリランテスで行くと。 では、タツキングの予想行きましょうか。エプソンムーカップ。本命は16番。シュリーできます。デムールさん。で、対抗にヤシャマル。コワタさんで行っちゃうぞ、俺は。で、タアナには15番。ザダルに、レンアナ、アルジャンナ。で、アーアーで続きますね。ヒモアナ、アトミックフォース。で、タツキングマークは、やはり一戦必勝。セダブリランテス。僕も、イナちゃんに近いね。で、大穴ナは、ガロアクリークですね。野中さんで来ると。 野中さん、武藤さんでもごっついに馬券当てましたから、先々週かな。で、爆穴は6番、ヒュミドール、小畑さん。これ3枠ですよ。では、同じく日曜日、札幌競馬場の芝1200メートルの函館スプリントステークスいきましょう。実績とヘッドライン、稲ちゃん予想とタツキ予想いきます。まずはカレン萌えですね。すべて一番人気のカレン萌え。これ安田高い級者ですね。全10戦4勝、馬券内9回ですよ。 すべて一番人気の7連隊。で、馬娘、カレンちゃんがお母さんの1200メートル専用娘です。もう1200メートルしか走ってない。で、ロードカナロア3区のサメジマくんの弟さんの方ですね、今回は。で、札幌は初ですけどね。で、次はビアンフェ、キズナ3区ですね。藤岡さん、全10戦3勝馬券内6回来てます。で、3勝してるのがすべて1200メーター戦。まあ、札幌は初ですけど、 右回り、同じ中山、1200メートル、G33 着。で、去年の青いステークス、優勝しましたね。今年はレイハリアでしたね。で、次はコントラチェック、ディープインパクト3区の丸山元気騎手。全15戦5勝、馬券内7回。まあ、普通。で、異なる距離で10勝3勝。で、距離短縮3戦目、1200メートル、G3 優勝してますからね。 で、次はミッキー・ブリランテ。ディープ・ブリランテ3区。和田騎手ですね。これもう弟がすごいですよね。ダノン・ザ・キッドとオール・ザ・ワールドですからね。全23戦5勝。馬券内11回。1400から1800で5勝してると。1200はないと。で、1200メートル。高松の宮杯、大敗しました。で、前走 G2、1400メートルに4着。届くか。短いんじゃないかと。札幌も初ですね。で、ケープコット。台湾メジャー3区。 吉田隼人騎士全13戦4勝の馬券内7回。で、4勝すべて、これも1200メーター戦。1200メーター専用機みたいなのですね。1200メートルは10戦4勝。すべて掲示板内来てますからね。札幌一勝してます。で、最後に、ジョー・アラビカ。ジョー・カプチーノ3区。横山和でしょこれ、だいぶ期待してるね。全41戦5勝。馬券内20回来てます。で、1200メーター戦は6戦2着2回だけ。 全走生200メートル。出遅れて大敗してますが、参戦して2回化けない来てますからね。最近。いいんじゃないですか。札幌は初ですね。では、函館スプリントステークス。ヘッドライン行きましょう。2011年はカレンチャん2017年、ジューヌコール。2020年、ダイアトニック。去年優勝してるのが、安田高行き級者。6戦3勝ですね。東海帝王で、 日本ダービージョッキーになりました。安田高い旧車の可燃萌えが軸筆頭じゃないかと。で、過去10年で筋量が5 0キロしかない3歳品馬。6頭出走で2勝3着1回と。非常に相性いいんじゃないかと。で、箱立スプリントステークス。人気薄の逃げ残り確率。2215。で、相性いいのが前走 G1、G2 オープン馬。相性悪いのは前走 G3 です。 で、帯狙いは10年で6頭も来ました。字がつくも。ジャスティン。なんでここ出てきたかな、ダートバが。ジェスティンですね。で、カツジ。い田わ、父さん。もう一発あるかも。で、ジョーアラビカのワイドバケ。では、函館スプリントステークス G3 の稲ちゃん予想ですね。びっくりしましたね、これ。字が3つ入ってますよ、これ。稲ちゃんの。本名はミッキー・ブリランテ。で、対抗にカツジ。 で、エルピンクルビの3歳品番も抑えてると。で、ジャスティンにジョー・アラビカ。これ来るんじゃないやばいね。では最後には、函館スプリントステークス G3。タスキングの二頭軸マルチ予想36点。本命は、やはりこれ10番に行ってみたい。ジョー・アラビカ。横山和夫さんで行く。で、対抗にカレンモエサメジバさん。で、ターナ・ビアンフェ。 レインアナ、シゲルピンクルビーでカツジ。まあ、この辺変わんないと思いますけどね。まあ、シゲルピンクルビー50キロですから、これ有利ですよね。で、紐穴にカツジ。タスキンマークは5番、ケープコットですね。吉田さん。で、大穴7番、ミッキーブリランテ。最後に爆穴は2番、マイネルアルキミでいきます。マイズビさん、頑張れ。まあ、参考にしてみてください。では、この辺で。次回は岩手ダービー、東北優秀です。日曜日ライブもやってます。 チャンネル登録よろしくーじゃあねーバイバーイ